天覧山さてね、天覧山ですよ皆さん。僕今天覧山にいるんですよ。え、なんでって、はい、まあ聖地巡礼ですね。はい、とあるアニメの聖地巡礼でよく天覧山よく出てくるんですけども、まあ、山って書いてありますからね、ここ。そう、山を登るアニメですよ。はい、ということは、はい、山のすすめです。はい、今から僕は天覧山に登りますと。といってもね、なんか落雄山と違いまして、ただの丘みたいなんで、まあ行くみたいですけど、奥武蔵自然公園、まあなんか感じですね。まあとりあえず今から天覧山登っていきますってことです。でただの丘みたいですけど、さてどうぞまあ聖地、いわゆる聖地巡礼ですが、山の進む旅一番出てくる山でしょうと。まあそんな天覧山を登っていけですが、だから登って降りるだけですよ。はい、でここ奥武蔵自然歩道案内図とか言われて、まあいろいろとありますって、天覧山そんな高くないで195m、ただもうかす。はい、でこの辺りいろんな、なんかドリームハバスとか言ったって、この辺り反応アルプスってちょっと呼ばれてますね。ここもね、アニメで出てきました、反応アルプス。なんかなんだっけな、なんかこれで面白いしまったんですよね。カタカナ3文字ぐらいの、なんでしたっけ。あー、下に書いておきます。で、そういうところに、あー、まあそんな感じです。あ、でもこっち、鎌北湖だからこっちじゃねえな、こっちか、 こっち側ですね。全然違った、鎌北湖で全然方向違えわでもこっちの方が反応アルプスらしいですけど、はい、これもアニメで出てきました。というところで、反応アルプスはあるではないですけど、まあ天覧山を登っていこうと思います。天覧山はこっち方向みたいなんで、そっち行きましょうか。まあ登りの由来とか言って、すごいなんかうんぬんかんぬん書かれておりますね。まあめちゃくちゃ長いんで、一時停止してお読みください。はい、登りましょう。まだね、この辺はコンクリート舗装なんで、高尾山の1号路みたいなところです。はい、まあね、そこをまま登っていこうと思います。ここから天覧山が本格的に始まるみたいですけど、日の入りから日の出まで関係者以外天覧山への入山禁止って書かれています。違反した場合は何かいろいろとありますけど、反応しか全然しないのかな。今の時期ちょっとあれですからね、あの冬なんで今実りめちゃくちゃ早いんですよ。なんで、うん、といってもね、すぐ登ってすぐ降りればすぐあれですよ。はい、今もう3人ほぼ3時なんですけど、夏だったらねまだね日の入り長いんですけどね、でも暑いんであんま乗りたくないっすまあ冬だったら、ね、大丈夫でしょう。まあ今コンクリート舗装がずっと続いてますけどさ、ただの上り坂じゃねこれ登山っすかね。ただ登ってできるしか思えないんですけど、でもすごい急坂なんで疲れますね。はい、もうお、なんかあるぞ。犬の糞を飼い主がきちんと始末しましょう。ここか、え、ここまだ途中だよね。ここトイレもあそこにあるし、ん、まだ天覧山中段っすか、中段っていうんですかこれ。でこっち行くと駒峠ってところに行くみたい。山頂はあっちの方なんで、その前行こうと思います。で現在地今ここか、そのもうちょっと行けば天覧山行けるみたいなんで、そのまま行ってみましょう。このキャラクターなんかアニメ出てませんでしたっけ。うん、パーティーそのまま登っていくんだけど、音楽的な道になりました。いや、いい運動にはなんですね、いい運動には。はい、さて運命の分かれ道、右にしましょうか、適当です。どっちでも行けんだよね。岩を通って天覧山山頂、帰りはこっちから切ってみましょう。まあどっちでもいいです。それで今回は右にしましょう。
葵ちゃんたちもどっちも登ってんですけどね。右ルートから攻めていきましょう。はい、1分も経たないうちに山頂ついちゃったのか。ここ天南山って、ここ山頂、ここここまあ綺麗だけど、はいはい、綺麗ですね。はい、あそこ飯能寺だね、一望できますと。拍子抜けしましたね。本当は天南山って書いてます。見えねえな。え、マジで天南山、ははははほうほうほう、終わり。山じゃなくてただの丘やん。うん、まあ、まあそうなんですね、天南山。まあ一時停止とお読みください。すごいね。それだけ。ははははは。まあいいや、降りちゃいます。今度はな、別ルートですね。帰り、こっちを使いましょう。さっきとはまた逆ルートです。こっちはどういうルート使うんだ。まあ、急な階段やな。登山上りよりも下りの方がきついんですよって言いたいけど、これはうわきつい。うん、今でさえ俺はきついって感じてますと。うわ、ん、きついきつい。でもびっくりしたのが、山の進むネクストサミットにおいてはここ走ったんですよね、登山部やばいっすよ。うわ、何ここ。断崖絶壁やん。どう行けと。え、マジどう行くのこれ。うわ、難しいの。え。いや、マジかこれ。これはひどいよ。え、これひどくね。マジで、これやで。どう登れとって話ですよ。いや、怖いっすね、これは。まあ、あとは楽ですね。いや、こっから見たらマジでえぐいって。はい。うわ、マジか。はい、とりあえず合流地点戻りました。ですね、中腹からだとそんなにあれなんですけど、下から行くともうちょっと時間かかりますね。おお、そんなにあれでしたね。はい、ただ普通にただの丘みたいなもんなんで、はい、ここまで来れば安心ですね。あとはここ下るだけなんですけど、意外とこの道長いんですよ。今思ったんですけど、この道意外と長かったですね。コンクリート舗装された道なんですけど、ここで5分ぐらいかかるんですかね。うーむ。でも走る、まあそういうことですね。はい、はい、ということで天南山終わりました。うん、短いです。はい、本当にただの丘でしたね。はい、うん、まあね、本当にただのちっちゃい山でしたよ。はい、もう単純にね、山の裾までね、よく出てきたからね、登りたかっただけですよ。はい、それだけですよ。まあ、飯能というのは山の進む聖地なんでね。はい、まあこの後は私ちょっとススキノンとか葵ちゃんがアルバイトしていた店行こうかなって思っています。え、セルファミロブ店ではないですよ。そっちの葵ちゃんではございません。あの犬山葵じゃない方じゃないですよ、雪村葵の方ですよ。はい、そうか、葵ちゃん二人。まあいいです。まあただ気になって登ってみたかっただけですよと。はい、他にもいろいろと聖地であると思いますけれども、とりあえず発展ランズ登っただけの動画なんでね、まあつまらんと思いますけどね、終わりです。とりあえずね、次の動画でお会いいたしましょう。それはまた。本日はジョニーの動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次はチャンネル登録、
チャンネル登録です。視聴者様にお願いいたします。見終わりました動画に高評価、また X のフォローをしてくださいますようご理解とご協力をお願いいたします。